あれだけの被爆の実相を語れる国っていうのは我々日本しかないんです。だからこそ核兵器を絶対にどの国でも使っちゃいけないんだと、使わせないんだということをですね、私たちが先頭に立って世界をリードしていかなきゃいけない。その時にですよ、唯一の戦争被爆国が核兵器禁止条約に背を向け続けている。皆さん、これは本当に何としても変えようじゃないですか。こんな恥ずかしいことはありません。核の傘、核抑止力論、いろんな議論はありますけれども、核の抑止力というのは結果的にですね、どこかの国にじゃあ核をもう一回落としてもいいってことになるんです。落とされたらどっかに落とせ、そういう話ですから。皆さん、それは絶対にやっぱり許されない理屈なんです。どうか皆さん、これは世論とですね、市民の声、世界の声がこの核兵器禁止条約という新たな世界の潮流を生み出しております。で、私たちはその先頭に立つべき。で、そういう核兵器禁止条約に参加をする政府をまずはやっぱり作らなきゃいけない。そのためにも10月に総選挙があります。私たち日本共産党野党連合政権、この中で核兵器禁止条約に署名をする、批准をする、そういう政府を作る、そういう政権を作るために私たちも全力を尽くします。どうか皆様の大きなご支持ご支援よろしくお願いを申し上げます。